はい、ありがとうございます。こんばんは。近年物騒な事件が多い中で、体術や護身術の達人の皆様に質問です。もし皆さんが殺傷事件の現場にたまたま居合わせて、逃げている最中に目の前で刺し殺されそうになっている人を見てしまったら、逃げるよりも助けに入ってしまうのでしょうか？またその場に居合わせた時、どういう対応を取られますか？まずですね、助けたくないと思ったら助けないですね。誰が襲われてるかで決めます。私多分ね、子供が襲われてたら助けると思いますね。相手がやべえなと思ってもまあ助けるでしょ、かわいそうだし。だけどなんか普通のおっさんとかね、例えばこの滝尾さんみたいのがね、襲われてるとします、助けないね多分ね。滝尾だったらわかんないけどね、うん、まあその人間としてまあ好きだからね、しょうがないから助けてやるかみたいな感じでね助けた後恩を売ってね、なんかするかもしれないですけど、知らない人だと仮定して、この人が立ってて刺されそうになっても俺は多分助けないですね。うん、危ねえし、まずナイフ角度ってそんな簡単なことではないし、下手するとちょっとしたミスで殺されてしまうから、うん、基本的にはやりたくないです、うん、自分の大切な人であったりを守るためにはやるし、あとは子供とかだったらそれは私の価値観で、まあ、子供好きだから助けるけど、他は助けないですね。で、助けたいとなったら武器使いますね。そこらに落ちてる武器を使います。素手でどうこうしようとは思わないし、うん、まあ、なんか落ちてるね、石でもいいですよ、石でぶん殴るとかね、棒がたまたま落ちてたら棒で引っ張るとか、まあ、何かしら使うんじゃないですかね。いとまがなかったらしょうがないから走ってってぶん殴るかもしれないし、その状況に応じて全部変わるかなと思いますね。そうですね、うん、本当今の言われた通りですね。この切り取った今の時のこの写真がどうかだよね、うん、多分もうほぼほぼ走って逃げていくと思います、ほぼほぼね、うん、だけどこの切り取った時にこの手が届いてね、こう、っていう時に相手の後ろでこう手が届くんだったらやってるかもしれないぐらいですよね。なかなかでもね、こう、がめちゃくちゃ速いわけだからね。なかなか難しいかなと思いますね。社長の言われた通りかな。私はそんな感じです。うん、もうそうっすね。まあやっぱ人ですよね。うん、同じですね。まあまあそうですね。助けたいと思ったら助けるだけですね。うん。もうそこに尽きると思いますよ。だって大人っていろんな選択肢ありますからね。うん、子供はやっぱり親の関係とかいろいろあると思うんですよね。で、そういうのやりたくてもやらせてもらえないとかあるかもしれないですけど。あ、そうですね。大人になってくると、できるんですよね。やりたければ護身術学んだりとか、準備をしたりとかできるし。まあ人それぞれみんな立場違うんであれですけど、まあ何もしてこないでやられちゃったってそれはしょうがないかな、みたいな感じでございます。はい、ありがとうございます。はい、これね、うちの豆です。ほら。豆ね。はい。よろしくお願いします。はい。で、向こうに行こうか。はい。